こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで私今日は北海道旅行に来ているのですが、ここでツイッターでおすすめされたお店に行ってみようのコーナーでございます。ツイッターの方にハマさんからのリクエスト、私名古屋家庭というお寿司屋でバイトしていまして、回転寿司なんですけどめちゃくちゃ美味しいです。もしよかったらぜひ食べてみてください。というわけで今日はハッサムという駅のイオンモールさんにやってまいりました。イオンってどこにでもあるんですね。とりあえずこのお寿司屋さん目指して行ってみましょう。というわけでやってまいりました、回転寿司の名古屋家庭さん。まだ午前中なのにお店の前には結構な行列。やっと入店してびっくりしたのはメニューの豪華さと箸の場所。なんと引き出しの中。さあやってきました、こぼれいくらでございます。なにこれ、こぼれすぎでしょ。こぼれいくらの向こう側にももちろんこぼれています。軍艦と軍艦の境目がもうわかんないんだけど、とりあえず適当につまんでみて、でもう片方の軍艦の上でバウンドをさせて口を大きく開けて食う。口の中にイクラの旨味が大量に噴き出す。海苔の部分にもイクラがつきまくっている。何これ。そしてお皿をご覧ください。なんとこぼれて残ったイクラだけでもこんなに大量に。そうこうしているとやってきました、こちらこぼれ甘エビでございます。ご覧ください、甘エビがシャリに乗り切らずにこぼれています。これもどこに箸入れていいかよくわかんないんだけど、とりあえずこの辺に入れて、醤油つけたいから醤油のところまで運ぶ時にもうシャリがこぼれた、シャリこぼれた、どうした、ちゃんときれいにつけたい。ちょっと大惨事だよこれ。もうぐっちゃぐちゃになっちゃった。もうこれどうしよう。もう食べるのちょっと難しいからよくわかんないけど、もう尻尾ごと食っちゃおう。もうこれ尻尾ごと食ってもうめえや、すげえエビうめえ。で余った1貫はもう全部初めから尻尾取っちゃって、でこれに上から醤油をちょんちょんと垂らして、これをつまむことによってきれいに、あ、こぼれるね。もうこういう感じで食うしかないね。これでこぼれない。エビも美味しゅうございました。お次にやってきたのはデカネタのアナゴでございます。長いよね、長いな、まだはね、長いよね。これ下にシャリが2貫分あります。もうアイマスクみたいになっちゃってるの。真っ二つにするしかないよねこれ。でも真っ二つにしても十分でかい。そしてこちらがデカネタサーモンでございます。勘違いしないでくださいよ。これシャリが小さいんじゃなくてネタがでかいんです。一口では収まらない。ごちそうさまでした。ネタが一個一個でかくて、醤油つけるのも大変だったから醤油すらもこぼれました。